ロドビコビアダーナは、イタリアの作曲家、音楽教師、フランシスコ会の宅発修道士。通奏低音の技法を、とりわけ数字付きバスの慣習を定着させ、ルネサンス音楽の没落と、バロック音楽の交流を決定づけた、最初の重要人物。本来の名字はグロッシであったが、伝統的に、出身地が聖であるかのように扱われてきた。 パルマ近郊のビアガーナ出身。おそらくはコスタンソポルタに支持して、1594年にマントバ大聖堂の教会学長に着任。1597年にローマに行き、1602年にはマントバのサンルカ大聖堂の聖火大使者となる。イタリア中の様々な聖堂でやつぎばやに地位を得た。六百十四年から六百十七年までの三年間に、 ボローニャ管区全域で聖職者として地位を得る。1623年までにブセットに移りサンタンドレア女子修道院に勤めたパルマ近郊グアルティエリーに没する。ビアダーナは初期ワロック音楽の通奏低音の技法の発展や数日きバスとして知られるその寄付法において重要人物である。この手法は ビアダーナの発明ではなかったが、幅広い売れ行きを誇った、曲集、通奏低音付きの100の、境界コンチェルトチェントコンチェルティーコンイルバスソコンティヌオ、において、最初に出版府に数字付きバスを用いたのが、ビアダーナであった。アゴスティのアガッツァーリは1607年に、論文の中でこの新しい寄付法の解釈の仕方について述べているが、少なくとも、 進歩的なイタリア音楽の中心的都市では、その頃までには演奏家たちが、この新しい手法を明らかに学び取っていた。ビアダーナはほとんど宗教曲だけを作曲した。ミサ曲、詩編章、マニフィカと、モテット、エレミアの愛歌などである。だが、二巻のカンツオネッタと、八世の奇学曲集、合奏曲集シンフォニアムジカアーリも残されている。初期作品は明らかに、 ルネサンス音楽様式によっており、厳格なアカペラ様式と、西部間のバランスの取れた、寝、ね、れたポリフォニーが、特徴的である。だが、1602年以降は、頻繁なコンチェルターとの楽区や、通奏低音の常用によって、いよいよ初期バロック音楽様式で作曲されている。とりわけ後期作品においては、物理様式も利用され、例えば作品27の、試編集では、 ベネツヤ学派の進歩的な複合唱様式も採用されている。その上、後期作品のいくつかには、後世の競争曲様式を先取りする要素もある。楽器編成は指定されていないものの、声楽グループと気楽グループの間で出たり引っ込んだりのやり取りが行われている。ビアダーナは、多少の世俗音楽も作曲したが、厳格な聖職者の一員に期待される程度の量子か。 残していない。そこに含まれるのは、2巻のカンツォネッタ州や、気学のためのシンフォニア州である。シンフォニアにおいて、個々の楽曲は、別々のイタリアの都市名が付けられており、あたかも初期の表題音楽の勘を呈している。ビアダーな作品の影響力はイタリアだけでなく、ドイツにおいても、プレトリウスや、ヨハン・シャイン、ハインリヒシュッツらの作曲家に及んだ。 ドイツにコンチェルタート様式がもたらされたのは、ほとんどビアダーナを通じてであり、17世紀初頭のドイツでその様式は、熱心に展開されることとなったのである。ありがとうございます。